どのぐらいの声の高さかわかんない。あ、ちょっとごめんなさい、歌は。え、高っ。違う、全然違う。すごくない？はい、ミュータンテーブのおーちゃんです。おさです。おさきです。今回は男性ホルモンの影響、何があるのかっていうのをちょっと、はいはい、あと、まあちょっと先に言っちゃうんですけど、うん、肌荒れとか毛に悩んでいる方、うん、ある方は最後まで見てほしいです、うん、はい、じゃあまず男性ホルモンの影響ってか、よく言われるじゃん、ヒゲはとか、え、それも男性ホルモンで変わってるのとか、すべて男性ホルモンだよ、ぶっちゃけ全部だよ、こう見えてるもの、聞こえてるものは全部今までのものとはかなり変わってる、すべてが男性ホルモンで変わったよね、うん、例えば打ってからさ、一番最初に変わったのって何だった？生理かも。生理早かった。早かった。結構かかったね。3、4ヶ月はかかったね。生理もだし、4ヶ月ぐらい。生理もだし、あとこの辺の産毛がだんだんちょっと濃くなってきて。早かったね。早いね。毛が濃いから、全然皮膚が生えたの遅かったら半年以上経ってた。めっちゃかかったら、ちょっと脂っこいのが早かった。脂っこさか。でもそれは確かにあるよね。一番早かったのは生理。それは驚いた。生理なんだ。そうだね、生理だね。いや、ラッキーみたいな。声も急にじゃないよね、うん、なんかちょっとっていうさ、風邪かな、うんうんうん、っていう感じだよね、最初半年、7、8ヶ月ちょっと経ってきてぐらいじゃない、電話とかでさ、うん、え、声変わったって親とかに言われて、うんうんうん、おーつって、まだちょっとダミ声っていうか、最初はそこもただみんな通過点っすよ、うん、ね、あのダミ声みたいな、あの感じは2年ぐらい経って声ってすっごく落ちていたかも。なんかそうかもね、1年ずつに声がどんどんこう低くなっていって、うんうん、そうそうそう、自分の声に落ち着くっていうか、うん、あ、これ、もともと女性だったから声帯が細いんだよね、で高い声が出てたじゃん、うん、男性ホルモンは声帯が太くなるから低い声が出るんだけど、自分の喉の使い方とかが、声帯の使い方がさ、だって今までと同じじゃん、自分が喋ってるの、うん、でも出てる声が高いのと低いのが急に変わるからさ、うん、この自分が出したいと思ってる音と違う音が出てたじゃん最初、うんうんうん、だいぶ慣れたじゃん、うん、そのカラオケとか行って喉の使い方でさ、この喉で高い声、低い声の使い方をさ、すごくカラオケで練習したから、だいぶ自分の声をコントロールできるようになったよ、高い声を出し、裏声とか。どのぐらいの声の高さかわかんない。あ、ちょっとごめんなさい、歌は。え、高っ。違う、全然違う。すごくない？さゆりがさゆりを歌ってる。え、すごい。全然違うね。いや、すごい。こうやって聞くとさ、すごいさだよ、ね。待って、めっちゃなんか懐かしい、ね。思い出した声。喋ってる時やばい。思い出した。なんか、うん。声ね。声変わるね。生理でしょ。肌もそうだし、毛もね。毛がやばい。毛がびっくりするぐらい。もともと毛が薄いの。だ今も腕ないじゃん。もう、うん。もう入ってないんだけど。剃ってないよね、これ。剃ってない、剃ってない。いいね、でも。とりあえず、一番気づいたのは内ももの毛だよね。と、お尻。お尻先かも。いや、見えないもん。で、お尻って毛生えるんだっていうのを初めてそこで知った。ああ。え、だからビデとお尻って分かれてんだ、うん。場所が分かれてんだっていうのをそこで初めて知ったよね。なんでここに毛が必要なのかっていうのをずっとひたすら考えてる。毛は確かに気づいたら、あれ？いいんだよ。こんなに生えてたっけってなった。毛も硬くなった。髪の毛も毛質。うん。眉毛もそうだし。あと、おーちゃんは特に毛穴よね。この、ヒゲのさ。いや、本当にこの人半分しか生えてこないですよ。こっちは毛なの？こっちはマジ綺麗なのよ。こう、もみあげも綺麗につながるのに。びっくりするほど。でもさ、こっちの方は脇こうじゃん。うん、こっちの方が薄くない？いや、そうなんだ。毛
血の悩み、うん、肌の悩みって別にトランスジェンダーだけじゃなくて男女問わず、いろんな人が多分いろんなコンプレックスを抱えてると思う。やっぱさ、いじめにあったことがある人も、うん、いると思うんだよね、肌とかは特に、うんうん、だからそういう人のこう悩みを両方に答えてくれるスペシャリストがいまして、今回私たちもちょっと助けていただこうって。ありがとうございます、ね、みんなの脱毛つるりんっていう店舗です。可愛い名前、つるりん、つるりん、はい、オーナーさんとの出会いがあったんですけど、はい、もう女性なんですけど、うん、まあ剛毛、もう小さい時から超悩んでいろんなところに行ったけど、なかなかこうもう止まってくれない、成長が。はいはいはい。じゃあ自分でやろうって言って、毛に悩んでる人のため、うん、肌が荒れてる人のために見上げることやっちまおうぞって立ち上げて、私たちの出会いがあって、はいはい、そのね、いろんなお尻の毛の悩みだったりとか、うん、いろいろ言った時に、発信しましょう。かっこいい。なので私たちこれから数ヶ月にわたって、はい、ちょっと希望する場所と、うん、こういう肌のヒーリングで、シミなんかもなんか薄くなるらしいんだよね。やっぱサッカーでさ、すごいじゃん、シミ出てきたり、30代こうやって一気に出てきたりやん。はい、でこういうのも全て解決してくれるっていうことで、ちょっと毛をメインに しながら、なのでちょっとこれから綺麗になっていくので、めっちゃ楽しみ。脱毛なんてマジで、じゃあ本当にやることないと思った、ああ人生でないと思ってた。なんだかでそんなところにお金かけんの。そうそうそう、昔ね、脱毛注射打つ前は、うん、そう思ってた。ありがたいです。楽しみです。なので、はい、ちょっと動画見ていいなって思った方は、うん、お店に行ってくれればよろしいかな、はい、ということで、はい、2本目ぜひ見ていただければと思います、はい、はい、質問ね、毛の質問、肌の質問、うん、相談とかあれば、うん、ぜひあのコメント欄に書いていただければと思います。はい、はい、この動画のグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。Make me feel like this.